今回の企画は、ホストの枕事情ということで、はい、拍手。はい、ショウランです。ホスト歴は、2ヶ月目です。はい、お願いします。嬉しいですね。枕という言葉をたった今知りました。ホスト歴9ヶ月のタクトです。ホスト歴1年19ヶ月かな。枕といえばあやめ。あ、これ嘘嘘。ないですよ、皆さん嘘じゃないですから、ね、本当のこと言っちゃった。まあ、面白い企画にできたらいいなと思います。お願いします。このカフェ歴1年くらいで、あんまりこういう話題に、ね、関わりたくない。お、星に入ってる、ね、星に入ってる、ね、ナーナです。イエーイ。このカフェ歴は3年くらい、これ大好きです。怖いね。怖い怖い。枕知ってますか？いや、まあ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 、もうちょっとしか知らないんですけど。いや、ちょっとしか知らない。まだギリギリわかんないぐらいの、もうルーシー感じなんですけど。しました？しないよね。ド直球。ド直球。ド直球。いや、もうめっちゃ焦った今。脇合わせすごいんだけど。どうなんですか？2ヶ月で、逆に言ったらもう今失うもの何もないから、確かに確かに、逆に売り出せるチャンスにしました。俺は枕ホストです。枕ホストだけどね。もうじゃあもう保身に入って2年とか3年やり続けて、もういや枕やってないんですよみたいな売り方するか、もういや俺色恋応援しかできないみたいな、したらもうそういう、もう確かに、確かに、確かに、この枕っていうのはいわゆるホストさん側が姫とということを、まあ、枕って言うわけですけど、はい、色恋本屋鬼枕っていう言葉が生まれるぐらい、まあホストとはやっぱ切って切れないね、やっぱ男女のこういう、接客なんで。確かにね。なんか枕ってなんとか枕みたいないっぱいあるじゃないですか。なんかこう趣味枕とか。はいはい。どんくらいあるんですか、種類。よく聞くのは、まあ、趣味枕とか初回指名枕とか。初回指名。初回で行ってお金払ってでないけど、指名してないけどホストさんにしてもらったみたいな、指名をね、獲得するために。そんなこと結構、そう、言う、次行くからして、してよみたいな感じのが多い。僕やっぱ爪が、長いんですよ。あ、しないための爪ってことですか？いや、これはできないための爪、だからボーリングもできないかな、これ。まあ、手見たらわかるから。確かに。じゃあ、ショウランさん、手短くさ、こうやって。俺はもう、あ、これこれはめっちゃやってるから、やってるから、やってる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 、本当だ、2人とも。一つ目の担当さんとかがいたら、何枕とか関係なく、結構率は高いかもしれない。そんなことね。初回枕がしてほしかったら、初回の時に爪を見ればいいと思う。爪見て、この人やってくれるかもって思ったの。したい人、送りをする人にする。あ、そうそう、爪、うん、まあ、ただ顔とか関係なく、うん、がしたい場合は爪の長さだけ見て決めればいい。送りを。でも多分一番いいのは新人だと思う。あ、新人。俺もね、新人の頃は初回枕してたの、あったから8ヶ月目ぐらいの。先月や、先月や、それは。9ヶ月ってことは1年も経ってない。確か、まだ1年経ってないから、まだチャンス、まだある。まあまあ、まだあるかもしれないですね、もしかしたら。確かに、まあ新人の子は狙われやすいね。やっぱ将来一番狙われる。やっぱまだ姫をこう掴もうとして頑張ってる段階だから、まあそういう、なんだろうな、つけ込まれて、つけ込まれることもあるし、まあ自分の欲で言ってしまうことがある。枕ってしてもらったら嬉しいもん。あー、やっぱそうなんだ。そんなに、そんなに女の子を求めてる人もあんまいないから、ホスト側でもそんな、その枕の横行はあんまりない。まあ初回枕しない方がいいっすよね。逆にそこで終わりそうなイメージはね。あー、そうだね、そうだね。あ、確かに確かに。なんか全てそこで終わっちゃうから、趣味だったらいいんじゃない。趣味で、ただ普通に自分のプライベートでやるみたいにいいけど、売り上げと、やっぱするためにはやっぱゴールを見せちゃいけないんじゃないかな。引っ張って確かに、ここぞという時どう思う。ここぞという時、ここぞという時やっぱ殿下の宝刀がね、宝刀が現れて、これで最後のこんぐらい使ったらいいよぐらいの最後の仕上げ。じゃあ何万使ってくれたらやる。確かに。じゃあ仮に2ヶ月目の俺から言わせてもらうと、もう10万もいっちゃう。おー、あら、もう皆さん聞きますか。高くなっちゃう。50は欲しいな、せめて。50、それ以降俺が頑張るから。それ以降頑張る。いや、3桁は欲しいんじゃない、やっぱり。
まあ相手の見た目にもよるかもしれない。注文が多くないとか聞き分けのいい子とかだったら50とかですね。コンカフェの可愛い子で150。めちゃくちゃの痛いおばさんちくらい方、まあ、年齢ってよりかはもう見た目がね。え、でもそっち取りますよね。いや、多分そっち取れる。300取れる、うん、確定ならばね。あの、その先わかんないだったらこっち、こっちするわ。しかも俺350いくわ。350いくわ。ごめん、ちょっと待ってね。隣の部屋取るわ。隣の部屋で。え、それあるんですか、実際。ないじゃん。ないでしょ。確実にバレるでしょ。ないやろ。え、なんかでも、でも違くても2軒あ、でもね、誰でもね、聞く、僕は、そう、ホストさんと話してる時とかは、結構聞く、あるんだ。なんかバーでアフターで、はしごだけだと思ったら、うん、すごいでもね、げっそりしたとか、なるほど、見たら、顔は、顔はげっそりしたから。ホテルで、ちょっともう2時間だけ待っててって言われてる子は、その、はしごされてる子があるよって言ってた。まあ、女の子からしたら、枕は、ちょっと嫌なイメージあるかもしれないけど、うん、なんか、ホストの人は、まあ、それで、売り上げを上げようと頑張ってる人もいるから、ね、まあ、一概にそれが悪だとはちょっと言えないよね。確かに枕が、うん、そう、体を張って、女の子も体張ってる分、ホストも体張ってる分、そうそれもあるのかもしれない。あるかもしれない。ちなみに枕をして使いそうだなって思う人の判断基準ってあるんですか？まあその子が求めてることじゃない。枕をしたいしたいって言ってるかどうかっていうよりかは、恋をしてるかどうか、まあ、好きっていう感情が僕にあるかどうかで、枕これはした方がいいのか、まあ、それを求めてないのか。もうめっちゃ飲む子が、飲む子で別に枕とかじゃなくてその場を楽しんでくるから、そうじゃなくて、あの、僕とあやめくんといるだけでいいみたいな人がいたら、多分やっぱりそれって、まあ、純粋に多分何、彼氏彼女みたいな環境を求めてるからホストクラブに来てるわけだから、まあ、そのやっぱ恋愛感情あるかないかな。ホストクラブに通ってる子ってみんな担当さんが好きだからね。まあ確かに。それはね、みんな好きだと思うからみんなした方がいいんじゃん。一回してみよう。一回一回一回して使わなかったらいろいろ考えればいいんじゃない。まあ、その結果しなくなったのが俺。経験の上だから。経験の上。確かに経験した。挫折した。どういう挫折？やっぱね。枕良くないですね。なんでなんでなん、さらされたの？もうさらされたのさ、さらされてないけど、まあ、プレゼントもらったわ。プレゼント、新人の入店して2ヶ月目ぐらいの時にプレゼント、お病気をね。ああプレゼントもらっちゃって。ああ、じゃあプレゼントもらっちゃったんで、いくら金のためといて、こっちもしたくないことをしているわけだから、ボロが出るわけですよ。だったらもうしない方がいいのかなっていう考えになった俺は最近。本当に好きとかじゃないとちょっとできないな。確かに。どういうボロが？まあ、いわゆる終わった後とかに、こうやっぱ女の子さ、終わった後にこういうの求めてるわけじゃないですか。まあ、タバコ吸っちゃうよね。ああ、ちょっと離れちゃうんですか？もう仕事終わったーって。仕事終わった、仕事終わったってなっちゃうから、感情がこもってないから、こもってないから、女の子も伝わっちゃうのか。一緒にいるのも嫌かもって、苦かもっていう人とやったり、お酒入ってベロベロすぎて、でそれでなんかあの武器が立たなくなったりとかさ、はいはい、そういうのってあったりする。僕はないです。僕マジでお酒飲んじゃうと本当にもっと飲みたくなっちゃうから、ホテルに行きたいっていう気力、性欲よりもなんかそのお酒をもっと飲みたい気持ちになっちゃうから、そう、飲みベーションになっちゃうから。だしもうお酒飲んじゃうと機能しなくなっちゃうから、まあやるんだったらやっぱお酒とかそういうパフォーマンスじゃなくて、うん、まあ、ちゃんとしたパフォーマンスの方がいいんじゃないかって。今年26でしょ、うん、今年25になったよ。確かに。まだ若い子がいるじゃないですか。確かに。咲くんじゃないですか。俺お酒飲んだら本当に立たないですよ、武器。本当動かなくて。機能しないんだ。酔うと、飲む人は多分できない人が多いのかもしれないな。酔った力で。この後ホテル行くからいっぱい使ってよって言って使わせて、ホテル行って酔ってできなかったってもやらないですもんね。まあ確かに確かに。ああいいね。ダメなんかな。じゃあ50。まあダメだ、50までよろしく。ああ、絶対。全然いらない。お店とか終わり間際ぐらいに今日してよって言われたら、なんて言って断るんですか？断りたい時。もう再起不能になるぐらい飲ませる。あえてシャンパンじゃなくて、やばいこれやらないといけないクラブだってなったら、あえてなんか自分は俺めっちゃ行きたかったわみたいな、俺は行きたかったけどそっちが潰れてるから無理だったんじゃない。
でしょみたいな。めっちゃ頭いいし、僕は結構断れないタイプだから、結構それスパッと言えないかもしれない。まあでも、あの立場ができてくると、そういうのにもうちゃんと言えるようになる。だから新人の頃はそれが難しくてできなかったから、意味のない暴露をしてた時期があったけど、今だったらもう、いやじゃあいらないのっていう。ちゃんとこう、自分がこう売れてきたら、自分のブランディングもちゃんとできるし、価値もあるから、いや、無理だよってちゃんと言えるかもしれない。断れてる人いらないって言うから、ちゃんと断れるかもしれない。そしたら先輩のその話で、俺はもう断るって決めました。やってくれよ。経験してないやつは言えなかったけど、一回経験はないんだよ。一旦経験して、一旦経験して感想聞かせてね。あらせてください。ちょっと照れんな。明日今多分話してますよ。きっぱり断るか、こうするしかない。まあでもそうなるね。皆さんいろいろ枕事情を聞けたし、まあ、深掘りできたと思うんで、あの過去の失敗からね、新たな枕もできる、そうですね、人材がここで発掘されたんで、ナンバーナインは楽しいお店なんですけど、あの枕店ではございません。枕店推奨ってわけじゃないから、まあ、そういうあの営業方法もあるよっていうことをみんなに知れたら、あのよかったなと思うんで、そうですね、ぜひあのナンバーナインにもね、あの枕じゃなくて、もう枕でもあの遊びに来てくれたらあの嬉しいんで、ぜひあの楽しんで遊びに来てください。じゃあナンバーナインで待ってます。